次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。そうなんだ。ほう。マスター、新聞読んでないで手伝ってくださいよ。ねえ、勘弁してよ。いやね、今日はどういうわけだか珍しくお客さんが途絶えなくて、休みなしで朝から働いてたからもう疲れちゃってさ。いや、少しぐらい座って新聞でも読ませてよ。ダメとは言いませんが、もしお客さんに見られたら口コミでなんて書かれるか。店主の男性が無然とした態度で新聞を読んでいたとか書かれるかもしれませんよ。あー、確かに。まあ一時が万事ってお客さんいるもんね。わかった、新聞はここまでにします。ところで、さっき何か感染していたみたいですけど。いやね、なんかね、パルコが面白いことを計画してるっていう記事があってね。パルコが？具体的にどんな計画ですか？まあほら、ただその前に一言例のやつ言わせてよ。お客さん来ていませんけどね。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。パルコが面白いことをしてるっていう記事があったってさっき言ったけど、高山ちゃん、パルコっていうと何思い浮かべる？そうですね、私は地元が滋賀県なんですけど、はい、滋賀県のデートスポットだったり、あと渋谷でいうと観光地みたいなイメージがありますね。滋賀県ではパルコが定番のデートスポットなの？はい、あの当時特にあの湖岸沿いにパルコがあって、湖岸沿いってあの琵琶湖岸の、はい、湖岸沿いにパルコがあって、そこから少し歩いたところに映画館があるんですよ。特に中学高校の頃ってまだ免許持てないので、はいはい、歩いて行ける範囲でこうデートできる場所ってそのあたりが結構多くあって、それでパルコによくあのデートスポットというか遊びに行ったりとか、はい、してましたね。高山ちゃんも、まあ、デートじゃなくてもいいですけど結構行ってたわけですね。あ、そうです、もちろん行ってました。なんで本当にこう情報の発信基地でもありデートスポットでもある、なんか本当滋賀県の学生街をこう象徴するような場所でしたね。で、今ほら今はもう東京にね上京して、うん、渋谷のパルコにも行けるわけじゃないですか、はい、当然渋谷のパルコも行ったわけですよね。もちろん。どうでした、こう行った時違いとか、あ、やっぱ渋谷は違うなみたいな感じだったのか。そうですね、もちろんなんか大きさも違うのでそういうところもそうですし、あとは特に最近あの新しく建て替わったので、あ、パルコがね、渋谷のね、はい、なのでポケモンセンターとか、あとジャンプショップとか、ニンテンドーショップとかあったりとかして、結構本当にこう写真を撮って回るフォトスポットにもなってる感じが、なんかこう渋谷から新しい情報発信する基地として捉えられてるんだなっていうのは思いますね。まあ、逆に言うとパルコもそれくらい新しいことをどんどんやるっていくことで、まあ、チャレンジしようとしてるっていうことですよね。そうですね。そしてね、今回その記事、新聞記事に載っていたのが、そのパルコが新しくレジデンス事業に参入して事業パートナーと賃貸や分譲マンションの開発をするということを発表したんだよね。はい、このレジデンスって簡単に言うと高級なマンションのことだと思うんですけど、はいはい、具体的にはどのあたりで展開予定なんですか？名古屋市の中区とか横浜市の中区とか、いわゆるまあああいう大きな都市の割と賑やかなところ、うん、ああいうところで、まあ、いわゆる高級マンション事業をやる、レジデンス事業をやるっていうことを発表したってことだよね。なるほど。で、パルコといえば、でも先ほどの小売りじゃないですけど、まあ、百貨店的な、百貨店ですよね、はい、あのことをやってこられたわけですけど、なぜレジデンス事業に参入されたんでしょうか？うん、これは当然その憶測なんですけど、うん、まずね、パルコっていうのは、どうしても百貨店のイメージがあるんですけど、もともとは不動産ディベロッパーって捉えた方がいいんですよね、うんうん、パルコっていうのは一個の大きな施設の中に
の不動産施設の中にいろんなこう、まあ、テナントですよね、テナントのお店とかを入れて経営をしているので、実はそういう意味ではある意味で不動産業の経験値ベテランなんですよ、確かに。そして一方で今その中の一つが百貨店なわけですけど、百貨店が今もちろん今渋谷のパルコとかもいろんな手は打ってるけど、やっぱり今ちょっと百貨店厳しいじゃないですか。そうですね、なかなか、ね、なかなか皆さん今いわゆる EC と呼ばれるような、ね、インターネットで買い物することで百貨店には行かなくなったり、あるいは近所のコンビニで済ましたりっていうこともあるんで、百貨店のビジネスがちょっと厳しくなってきているからこそ、その不動産開発っていうところの能力を生かせるのが実は高級マンション、レジデンスなんじゃないかっていうふうに判断したんじゃないかっていうことなんだよね。なるほど。特に名古屋とかだと最近リニアが通るかもみたいな話もあるので、ね、ここに着目したのかなっていう気もしますけど。なるほどね。どうですかね、ま、いやそういう意味では確かに中長期的に見ると名古屋はねこれからリニアが通ることがもし本当にあるとすると、ね、重要な拠点になっていく可能性が高いから、確かにそう考えると長い目で目をつけてるのかもしれないですよね。そうですね。そしてね、実はここから今日の一つのポイントなんですけど、不動産業つまり一個の町づくり土地づくりですよね、今実は世界的にも一見そういった町づくりや都市づくりやマンションづくりみたいなことをやっていなかったような企業がそういうところに参加してくるという流れが出てきていて、まあパルコも経験値はあるけど今までやってなかったという意味ではまずその一つのいい例だし、他にも実は海外だと今注目されているのがアメリカのディズニー、あのウォルトディズニー社ですね、はい、ここがアメリカで今住宅コミュニティの開発をするということを発表してるんですね。で最初のプロジェクトは、創業者のウォルトディズニーがかつて住宅を所有していた場所に近い砂漠の地帯で進んでいて、まあ、他にも全米のいろんな場所でこういった、住宅コミュニティを作るということを検討しているわけです。なるほど。それ以外にも例えば日本だと有名なのはトヨタですよね、トヨタが静岡県の、まあ、富士山のそのところにウーブンシティと呼ばれる実験都市を開発していて、まあ、ロボットや AI を駆使した街づくりを始めているということで、実は今いろんなところでこういった大手企業が街づくりに参加するという流れが出てきているわけですね。なるほど。こう大きく街づくりで捉えると、あの最近だとシェアオフィスとかも結構流行ってきてると思うんですけど、はいはい、あえてレジデンスに注目されてる理由というかって何だと思われますか。あのですね、これは僕の あくまで推測なんですけど、やっぱり今多くの方々がいろいろ生活が便利になって、例えばデジタルを使うことで会社に行かないでも、ある程度働けるってライフスタイルができてきていて、もっと自分らしく人間らしく住みやすいところに住みたいっていう流れが出てきてるんだと思うんですね。で実際例えば最近だと東京から人口流出が始まっていて、ただその人口流出している場所は決してあのすごく離れたところに住むわけじゃなくて、例えば埼玉県とか千葉県とか神奈川県とかの郊外に住むようになっていく。で僕はあれは東京から人が流出してるっていうよりも東京が大きくなってるんですって言い方をしてるんですね。なるほど、面白い。つまりみんなその東京はやっぱり高いじゃないですか。そうですね。だけどあの埼玉とかでも十分に東京にはたまに通えるわけ で、で当然例えば埼玉の郊外なんかはすごく環境がいいから、そういうところで比較的安く建物家を買って、ですごく、ね、広い家で家族とのんびりあの住みやすく暮らして、でも今東京に来る頻度は減ってるけど、たまにはやっぱ来る必要があるから、って考えるとやっぱりそのくらいのところに住むっていう流れが出てきてるのかなと。でそう考えるとね、あのアメリカなんかだってもうまさにそういった生き方をしたいっていう人が出てきた時に、ディズニーが今住宅コミュニティを作ってるわけですけど、おそらくなんですがディズニーっていうのはまずブランドがすごく強いんですよね。そうですね、確かにみんな知ってるし、ね、日本人だってみんな知ってるじゃないですか。で当然アメリカ人にとってはもうディズニーっていうのは本当は切っても切り離せないブランドで、はい、でそう考えるとディズニーというブランド、圧倒的に強いブランドを使って、その住宅コミュニティでディズニーの世界観の中に住みたいっていう人がおそらくいるとディズニーは判断してるんだと思うんですね。なるほど。そしておそらくそうするとその住宅コミュニティに住む人はディズニーファンの人が多いだろうから、と周りの人もディズニー好きなわけですよね、そうするとまあやっぱ共感性が強い人が住むんだと思うんですよね。ですから例えばそういうことをディズニーは狙ってるのかなと思っていて、でディズニーってもともとテーマパーク作ってるから不動産開発うまいんですよね。確かに確かにそうですよね。経験値あるんですよ、パルコと一緒なんですよ、ある意味。
って考えると差もありなんですし、うん、逆にそういった経験値はあんまりないんだけど、うんうん、テクノロジーを使ってそういうことを進めようとしているのがトヨタのウーブンシティだったり、うん、最近はグーグルですよね、うんうん、グーグルも実はね、あのカナダのトロントなんかの開発を、まあ、一時期しようとしてたりして、うんうん、そういう形でいろんな企業が新しい街を作ろうとしてるっていうことですね。高見ちゃんどう思います？こういった動きに対して。そうですね、本当にもちろん素晴らしいですし、うん、いいこともたくさんあると思うんですけど、逆に今下北沢とかでもちょうど開発が始まっていて、はい、みかん地区って呼ばれるんですけど、みかん地区、はい、駅前の駅下の高架下か、はい、すごい綺麗になってるんですけど、みかんっていうのはみかん製のみかん、終わらないっていう意味のみかんね。そうです、そうです、果物のみかんじゃなくてね、はいはい、なんですけど、もちろん開発している側の方は街をもっと良くしたいと思われてると思うんですけど、はい、逆に地の人はこう反発じゃないですけど、地元の人はね、反発じゃないですけど、なんていうか、あれってどうなんだ、ちょっとおしゃれすぎないかみたいな、こう反感じゃないですけど、うん、ちょっとこうバーサスみたいな構図が出来上がってたりとかもして、今下北沢そんななんだ。そうなんです。だこういうのってこれから起こりうるのかなとか思ったりするんですけど、このあたりってどうですかね。あ、面白いポイントだね、うん、多分ディズニーやトヨタがやろうとしてるのは何にもないところに新しい街を作るから、そこに結局人が住んでくれるかどうかは別として、地元の人の反発ってないじゃないですか。あ、確かに確かに、ね、地元の人がそもそもあんまり人がいないから、うん、一から始める、一から始めるからね、うんうんうん、だけど確かに下北沢っていうのはもともとものすごいね、下北沢を愛してる人がいるわけだから、 うん、うん、そこにねちょっと自分たちの世界観と違うと思うのが入ってくるのは結構困るよね、うん、そうなんですよ。なんでここがまあこれからどうなっていくのかなみたいなところでも、うん、その今回パルコさんが始められたような住宅コミュニティみたいなものとか、あと地域とどうやってつながっていくかみたいなところはすごい興味がありますね。ありますよね。あとはだからここにそのパルコの、もともとパルコも強いブランドがあるじゃないですか、うんうん、その若者向けの渋谷っていうね、はい、イメージがある、あれをどのくらいこう持ってくるかってことですよね、うん、もう持ってこないで完全に切り離すのか、うんうんうん、やっぱりそのパルコのブランドの強さをうまく生かしていくのか、うん、この辺楽しみですよね。そうですね。で同じようになんか京都市でも同じ、はい、レジデンスを作るみたいなことがあるんですか。これ実はですね、うん、あるかどうかは別として、うんうん、僕が今主張していることなんです。あ、そうなんですね、はい、やった方がいいよっていう推奨ってことですね、はい、実は僕ですね、うん、去年からね、うん、京都市のね戦略アドバイザーになったんですよ。すごい、なるほど。その中でやっぱり京都って意外とね人が住んでくれないんです。ああ、そうなんですか。住む場所があんまないんですよね。ああ、まあ確かに、もともとそのタワーマンションが作れないんですよ。そうですね、高いマンション、景観条例があるんで、うん、だとしたら僕は、これ一つのアイデアなんですけど、レジデンスという高級マンションを作って、うんうん、そこに日本人じゃなくて海外で比較的こう、まあ、豊かな方なんかに長く住んでもらうといいんじゃないかっていう提案をしてるんですね。なるほど。京都って今海外の方来るんですけど、うんうん、3日で帰るんですよね。3日つまり長く泊まれる場所がないから。あ、なるほど、そうなんですね。だからスティーブ・ジョブズだって、ね、うんうん、アップルの創業者のお忍びで京都に来てるけど、うん、やっぱり数日で帰っちゃうんですよ。へえ。長期滞在できる場所がほとんどない。確かに。だったらそのレジデンスみたいなものを作って、うんうん、ある程度長期で滞在してもらう場所を作ると、うんうん、そうすると例えばそこでビジネスで頑張ってる方と出会うかもしれないし、うんね、町工場で頑張ってる人がいるかもしれないし、うん、そういったことと海外をうまくつなぐことが実は京都に大事なんじゃないかなっていうことを言っていて、うんうん、そのためにはレジデンスを作った方がいいんじゃないかなっていう。高見ちゃんどうですか。高見ちゃんも、ね、はい、滋賀に生まれて、はい、滋賀に住んでて、で今東京に住んでるわけですけど、はい、こういう街づくりをするとこだったら住んでみたいとか、あるいは自分がそういう街づくりができる、まあ、なんていうんですかね、機会があったらこういう街を作ってみたいとか何かありますか。あ、そうですね、なんかどうしても街づくりっていうと今あるもの、食べ物だったりとか、うん、環境とかの良さをアプローチしてこう U ターンとか I ターンとか推奨されてる自治体さんが多いと思うので、はい、そういった意味ではそのディズニーさんとか民間と関わりながら行政とどう新しい街を作るかみたいなところを模索するところにプロジェクトメンバーとして入りつつ移住するみたいなのができたら面白そうだなと思いますね。自分からその町をとか地域を良くするために、でも何を良くしていいかっていうことよりも、うんうん、
その良くするためのプロセスから関わりたいから、はいうんうん、街づくりをそのまましたいっていう。そうですね。そのためにその街に住みたいっていう。そう、そんなのはすごい思いますね。それめっちゃ面白いね。本当ですか。結構なんかどうしても街づくりって、まあ、先ほどの下北沢の例じゃないですけど、置いてけぼりにされちゃう。先にプランありきだもんね。あ、そうなんですよっていう気がするんで、そこから入れたらすごい面白いですし、もっと自分がその環境に行く価値を感じて、あの定住したくなるかなっていう気はしますね。それめちゃめちゃ面白いね。でもぜひやってもらえたら、なんかすごいたくさんの人が、特に京都とかだったら、あの人が集まりそうだなと思います。今確かにそれに近いことを、あの結構起業家の皆さんがやろうとしている動きがあるんですね、うん、で例えば徳島県の神山町、うんうん、ここはあの地方創生の分野ではすごく有名な聖地と呼ばれているところで、うんうん、もう町内全域に光ファイバーが整備されてるわけですけど、うんうん、ここにね、2010年からあのよく CM でも出ている名刺交換ソフトのサンサンという会社がありますが、うんうんうん、そこが、ね、拠点を神山町に設けたんですよね、まあ、そんなこともあって、実はあの IT 関連を中心にさまざまな企業が集まっていて、うんうん、最近この神山町にサンサンの創業者の寺田さんが神山高専っていう、まあ、学校ですね、うんうん、高専を作り出してる、そうなんですね、高等専門学校、はいはい、みたいな動きがあって、すごい。他にはですね、島根県に海士町、うんうん、ここねスーパーもコンビニもないんですね。その環境を逆手にとって、うん、ないものはないというキャッチフレーズを作って、うん、まあ、島独自の取り組みをやることで、それがまあ全国から注目されてまして、うん、移住者が、人口およそ2400人のうちの2割を占める、だから400人ぐらいが、今移住しているということで、うん、あのちなみに去年、はい、僕が浜カフェをお休みした時にご来店された、うん、あの深田さんと高見ちゃんでやった回ですね、はい、うんうん、立川英介さんがいらっしゃったと思うんですけど、はい、うん、その時の立川さんのご著書進化志向、これが出版されたのも天の風というですね、天野町の出版社なんですね、はい、で実は僕はここもいろいろ関わってまして、あ、そうなんですね、はい、実はね先々週はこの島根県の海士町に行ってました。あ、そうなんですね、うん、でここもやっぱりね、いろんな本当に今若い人たちが集まって、まあ、いわゆる通常の資本主義とは違った新しい生き方とか街を作って模索していこうみたいな、まさにやってますね。すごい新しい取り組みがされる街がこうどんどん増えてるんですね。だから今実は日本中でそういった面白い動きが出てきてるので、これをもっともっと進んでね、その中に高見ちゃんも入れるといいですよね。確かにそうですね。でも本当にこう行政で作ってた町とかがこう変わってきているとかも、うん、今のお話聞いててすごく感じるようになりましたね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ああ、そういえばさらにこれからの街の在り方について、実は興味深いプロジェクトがあってね。興味深いプロジェクトですか？どんなプロジェクトですか？あ、やっぱ気になる？気になります。それを話すにはあの曲もないといけないかな。あった。では聞いてください。アニメ映画天空の城ラピュタの主題歌、井上あずみで君を乗せて。というわけで超名曲ですよね。そうですね。1986年劇場公開の天空の城ラピュタ、ね、スタジオジブリの、ね、まあ、宮崎駿さんの、まあ、本当に有名な作品ですよね。空に浮かぶ伝説の島ラピュタを発見したものの、信じてもらえないまま亡くなった父を持つ見習い機械工のパズー、彼がある日空から落ちてきた少女シータと出会う。彼女は胸に青く光る石のペンダントを身につけていた。実は彼女はラピュタの王位継承者であり、そのペンダントこそが空に浮かぶ力を持つ飛行石だったというところからね、パズーとシータの冒険が始まる、うん、そしてやがてねラピュタにたどり着くみたいな話なわけですが、いやーね、これ本当にこの曲も素敵だしね。そうですね、ラピュタは素敵な話ですよね、はい、もう本当金曜ロードショーのお箱じゃないですけど、うん、ね、もう見たことない人がいないぐらい の名作なわけですけど、どうしてこの曲が今回のテーマに紐づくんですか？はい、あのね、実はこの浜カフェでも何度かお名前を出している、うんうん、ヤフー株式会社の、まあ、チーフストラテジーオフィサーで、はい、あの新日本っていうね有名な本を書かれたことでもよく著名なアタカカズトさんが、はい、
風の谷プロジェクトっていうのをねやられてるんですね。で実はこの浜カフェの大常連の深田正則さん、うん、はい、深田さんもメンバーなんです。あ、そうなんですね。で実は不詳ね、一応僕も名前だけは多分、ね、メンバーで、すみません、実際には僕はあまり熱心に活動してないんですが、あのあたかさんたちの思いっていうのは、このままだと我々人類の住んでるあの未来っていうのは遠くない未来にもう極端に人口の集中したいわゆるメガシティと呼ばれる、まあ、コンクリートしかないような、そういうところでしか人間が住めなくなるんじゃないかと、でもそれって本当に人間にとって正しいことなのかっていうことにあのすごく問題意識を持たれていて、だからこそ、まあ、これはラピュタというよりあのナウシカですよね。確かにナウシカ あの風の谷ありますよね、ナウシカが住んでる、まあ、他の場所地域は汚染されてるんだけど、あの風の谷だけは本当に自然が残って美しい、ああいうところをもっと人間は見つけて、そういうところで環境に優しい中で豊かに生きていくべきなんじゃないかみたいなことを考える、まあ、プロジェクトが風の谷プロジェクトなんですね、はい、これからもっと我々が自然の中で豊かに生きていこうってなってくると、そのままだと不便なんで、やっぱりテクノロジーの力をある程度自然には迷惑をかけない形で借りながら自然の中で豊かに住んでいくっていうことが必要になってくる、まあ、逆にそれができるようになってきたと思っているからこそ、あたかさんや深田さんみたいな方々が活動してるんじゃないかなって思うんですよね。そう考えると、それの究極ってラピュタなんじゃないかなっていうそれが今回の曲につながるわけなんですね。あのラピュタって、ね、あの映画に出てきますけど、あの自然が実はすごく豊かでしょ、空に浮かんで、だけど一方でものすごいテクノロジーが進んでるから空に浮いてるわけですよ、空に浮いてたら環境にいいじゃないですか確かに、だって地上のね汚染物質も出さないし、地上に全く新しいね土地も切り開かないし、迷惑をかけない、自給自足な感じですね。自給自足でしょ、でその中でテクノロジーがあるからこそ自然が豊か でただそれを間違って使っちゃうと敵役のムスカみたいなね、ああいうのが出てくるとまずい使い方になっちゃうんですけど、あれをパズーとかシータみたいな人たちがねうまく使っていけば、まさに本当にテクノロジーをうまく使いながら自然の豊かなうまく融和していくことがこれからの街づくりにとっても重要だし、ちょっと極端な例かもしれないけど、そういう意味ではラピュタから学ぶことも結構あるんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうことで今日この曲をかけてみたっていうことですね。そうなんですね。だから今回は風の谷の直しかの方じゃなくてラピュタの方の曲を流されたんですね。はい、あの風の谷もすごく大事なんだけど、それとテクノロジーが融合するのがこれからの時代かなと考えると、ラピュタも大事かなということで、今回はラピュタの君を乗せてをかけましたということですね。はい、パルコからまさかラピュタ風の谷のお話まで展開するとは思いませんでした。私はパルコといえばデートスポットを思い浮かべましたけど、マスターはパルコで何を思い浮かべますか？そうだね、パルコといえばハルコを思い浮かべるな。ハルコ？響きは似ていますけど何のことですか？え、何？ハルコ知らないの？赤木春子だよ、スラムダンクの赤木武則のほらゴリの妹で、いつも友達の藤井さんとつるんでいるあの、春子がわからない。もうそうだな、よし今日はスラムダンクについて私が話してしんぜよう。スラムダンクの最初のシーンは主人公桜木花道がズッコーンって言いながら女の子に振られてショックを受けるところから始まるんだ。その時桜木が告白した女の子は、また変なスイッチが入っちゃった。そうした理由からこんな時どうしたら、どうしたら、そんな大いに目の前に現れたのが春子。この初登場の時の春子のバスケットはお好きですか？で、あれ、とがいみちゃん、とがいみちゃん、ああ、綾野に続いてたがえみちゃんまで無言で帰った。もう何なの。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、
その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、まちづくりを考える。出演は見習い定員田ヶ原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。